はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は本年2020年のアマゾン物販についての予言といいますか予測をさせていただきます。1点目なんですが、もしアマゾン物販やろうって思ってる方がいらっしゃったら、それが日本アマゾンでもアメリカアマゾンでもなる早で行ってくださいってことです。1ヶ月でも2ヶ月でもいいので、早めに行った方がいいよ、始めた方がいいよっていうことです。理由は後からお話しします。2点目なんですが、一つの状況をどちらの視点で見るかっていうことが大切なんですね。物事っていうのは中立ですから、それを悲観的に見るのか、ある意味楽観的に見るのか、要するにネガティブで見るのかポジティブで見るのかっていうことによって、それに対する自分のリアクションっていうのも変わってくるし、もっともっと悲観的になるのか、もっともっと前向きになれるのかが変わってきます。ですから私がこれから話す状況っていうのを必ずポジティブな視点で俯瞰的に見てみるっていうことを頭に入れておいてください。早速話をしていくんですが、まず今までのアマゾンの経緯プロセスっていうのを知ることによって、今後の予測っていうのがほぼほぼ予言に近く行うことができます。2017年の4月頃にアマゾン詐欺っていうのが出たんですね。で、アマゾン詐欺の説明ちょっとだけさせていただくと、アマゾン詐欺っていうのは2段階の詐欺だったんです。まず1段階目は、お客さんに安い商品を売る、それによって得られるお客さんの情報っていうのが目当てだったんですね。その場で単純に安く売って商品を発送しないでお金を踏んだくるってことじゃなくて、まず踏んだくったのはお客さんのお金ではなく情報がメインだったんです。で、お客さんから注文が入るとお客さんの情報ってセラー側に届きますよね。それが住所だったり名前だったり、あとは電話番号だったり。で、この情報を使って本当の詐欺を行う偽アカウントを作って、そこで思いっきりえげつない詐欺を行ったわけなんですよ。この2段階のアマゾン詐欺っていうのが特に2017年に流行り始めました。私は2017年の4月の末下旬に初めてアマゾン詐欺に関する動画を出したんですが、この頃アマゾン詐欺が流行ったっていうのが後に響いてきます。で、その後に響いてくっていうのが2018年の1月頃からなんですが、アメリカアマゾンでも日本アマゾンでもセラーアカウントを申請する、セラーアカウントを登録するって作業が今まではもうザルだったんですよ。ただ普通にツイッターにアカウントを作るみたいな感じでパパパって登録すれば誰でもセラーアカウント作れたんですが、それがめちゃめちゃ厳しくなりました。具体的に2018年1月に私の生徒の中では初めてセラーアカウントを登録したんだけれども弾かれてしまった、もっと追加の資料をくれみたいな感じでさらに審査が入ってしまったっていうパターンが生まれました。ここからどん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 セラーの申請っていうのは厳しくなってくるんですね。要するに2018年2019年の2年間右肩上がりでセラーアカウントの登録をただするってだけの行為がどん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 難しく、審査が厳しくなっているっていうことです。そして直近なんですが、このエラーコード5665って覚えておいてください。基本的には出品登録する際にブランド名に関して出るエラーコードなんです。具体的に言うと、本来ブランドっていうのは商標登録を行って、さらにアマゾン内でアマゾンブランド登録を行ったら初めてこれが正式なブランドとして認められるわけですね。しかしながら実質的には今まで各セラーが勝手に自分の好きなブランド名っていうのをくっつけて販売することができるようになったんです。しかしながらちょうど2019年の12月だから先月からですね、先月からこの商品登録の際にエラーコード5665が出ましたっていう表示がポコーンって出るようになったんですよ。商品登録画面で、出品登録画面で。これは何かっていうと、そのブランドっていうのは本当にブランドなのみたいな感じでアマゾンがテコ入れを始めたっていうことなんですね。ここまでの話まとめます。そもそも誰でも簡単に Amazon のセラー登録できたところから、 Amazon 詐欺の悪影響、 Amazon 詐欺の影響によってセラーの登録を行うってこと自体がまず難しくなり、さらにそのセラー登録した後の人は今まで結構自由に何でもできたんですよ。それが出品登録だとかセラー登録した後の作業に関しても今後はいろいろな手間が出てくるっていう可能性が濃厚になってきたというか、もう
実際にセラーのいろいろな作業が厳しくなってきてるっていう状況が現れ始めているっていうことなんです。ツイッターのアカウントの信頼性って例で書きましたけど、これ何かっていうと、ツイッターのアカウントって誰でも今でも作れますよね。ただその誰でも作れるアカウントについても、作った後放置しておくと、ツイッターの場合凍結、アカウント凍結って言い方をするんですけれども、そのアカウントが使えなくなることがあるんですね。それはこのアカウントはなりすましじゃないのかっていう疑惑が出てくるからなんです。なんで疑惑が出てくるのか、2つの要素が絡んできます。まず1つはツイッターのアカウントを作っても、プロフィール写真を何も変えないで、何も操作を行っていなかったりだとか、つぶやいたりしていなければ、そのアカウントってただの偽アカウントなんじゃないのかと、ただ作っただけでなんか悪用するんじゃないのかっていう疑惑の目で見られるってことです。もう一つは期間なんですね。ツイッターのアカウントを作成してから1ヶ月から2ヶ月ぐらいしっかり運用し続けるというか、使い続けないとアカウントの信憑性っていうのは確固たるものにならないと、ツイッターのコンサルタント業界だと以前は言われていました。それと同様に、アメリカアマゾンでも日本アマゾンでもアマゾンアカウントに関しても全く同じことが言えるんですね。物販に例えてみるとこの2ポイント分かりやすいです。まず実際にアカウントを取得してどれだけの期間があるのかっていうこと、これがまず一つの要素になってくる。もう一つの要素っていうのは、実際そのアカウントで販売している形跡があるのかっていうことなんです。このような状況を見てみると、じゃあアマゾンでセラーとして販売するの厳しくなって、かなり向かい風なんじゃないかって思う方がいるんですね。違うんですよ。実はアマゾンっていうのがなぜそのような処置っていうのを行ったかっていうのを考えてみると、実は追い風にすることもできる、この状況を追い風にすることができるっていうことがわかります。もちろんセラーのアカウントを通ったりだとか出品登録するの手間は増えてきましたよね。でもそれはアマゾンがどういう思いでそのような対策を練っているのか、あのシステムなどなどの改定を行っているかっていうと、答えはここに書いてあります。アマゾンのすごいルールという、以前アマゾンで働いていた社員さんが書かれている本の一番初め、ちょっとね、見づらいと思うんですけど、ここにカスタマールール、カスタマーズルールって書いてあります。ここ赤で書きました。カスタマーズルールっていうのは、アマゾンが一番大切にしている理念、信念なんですね。これは何かっていうと、お客様が決めるんだってことです。日本語的に言えば顧客目線ということですね。アマゾンはお客さんがどうすれば安心してアマゾンで今後も買い物をし続けてくださるかっていうことを念頭に置いて、いろいろなシステムっていうのを構築しています。ですからセラー側から見れば、一見セラーアカウント取るのが難しくなったとか、出品登録の手間がどん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 増えてきたっていうのはすっごい向かい風に感じるかもしれないですが、それはちゃんとアマゾンで物販を行う人間にとっては変な人が来なくなる。イメージとすればお城なんですよね。今まではお城の門を開放して誰でも行き来できるようにしてました。しかしながらアマゾン下げ集団が増えたので、お城の扉、セラーの申請っていうのをまず厳しくしました。で、セラーの申請っていうのを厳しくして、お城の扉を頑丈なものにして衛兵を立てて、そこの管理ができるようになった後だからこそ、アマゾンの内部ですね、実際のセラー、現役のセラーの人たちの管理にまでようやく及んできた。私は全体的に見るとアマゾンがどんどん真っ当な方向に進んでいるなと、より三方よしで堅実な顧客目線、カスタマーズルールの方向に進んできたなっていうふうに私は感じますし、皆さんもセラーとして堅実に進んでいくのであれば、堅実なプラットフォーム、販売サイトで売る必要が絶対的にありますよね。その土台っていうのはアマゾンはどん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 しっかりと堅固にしてるんだっていうふうに、ちゃんと楽観的にと言いますか、ポジティブに捉えて前向きに進んでいっていただければ幸いです。というわけで、今回は2020年のアマゾン物販に対する予言、予測を話しさせていただきました。アマゾンっていうのはいろいろな作業が、まあ一言で言えば手間かかってくると思うし、審査などなども厳しくなってくるのは確かです。これは本当予言って言いましたけど、予言と考えていただいて間違いないと思います。ただ重要なポイントっていうのは、これはお客さんを守る行為なんだよっていうことなんですよね。今後も皆さん自身がまず顧客目線で物販を行うことが、物販を恒久的に永続
続的に行っていく際に最も大切なことなんです。で、顧客目線で考えていくと、こういったいろいろな Amazon の改定ですよね、ルールの変更だとか、そういったことに対しても、なんかすごいネガティブにだとか、批判的にならずに、もっと前向きに、協力的に共同作業、協力の協に働くとか、共同作業を進めていくことができるんじゃないかなと思います。とはいえ、どんどんいろいろなことが厳しく、めんどくさく、ある意味ね、めんどくさく手間取ってくるようになりますから、早め早めに行動していくことが大切だと思います。なぜなら我々っていうのは、後回しにするのが大天才なんですよね、みんな。なんかめんどくさいなとか、まあ、1年後でもいいかとか、半年後でもいいかって考えていって、2年も3年も何もしないっていうことが往々にしてあるんですよ。例えば夏のダイエット、そうですよね。今年の夏、ダイエットするぞって決めたのに、まあまだ夏まで時間あるからいいやっていうふうに考えていって、最終的にはまあ今年は間に合わなかったけど、来年すればいいやって感じで、それが5年も10年も続いているパターンもあると思うんです。ですから、思い立ったが吉日っていう言葉がある通り、変に焦らせるつもりはないですが、小説家海高健が おっしゃっていた通り、悠々として急げですね。多くの人が悠々ともしてないし、急いでもいないわけです。多くの人が焦って怠惰になっている。うわーって焦るんだけど、結局行動するかっていうと行動しないってパターンが多いので、我々は悠々として急げのスタンスで、Amazon を始める、Amazon 物販を始めるなり、セラーとしてテストマーケティングを行うなりっていう一つ一つの作業っていうのを行動ベースで、その言葉より行動で進んでいくことが大切だと思います。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。